はーい、どうも、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回はですね、トラッパーを使って遊んでいきましょう。マップはバダムと。通常バダムだね。そして今回は、ついに修正されたっていうか、もう前から修正されてたんだけど、初めて修正されたタールボトルの、トラップを使っていくと。あっちに破滅あんのか。鳥間共通小屋を、潰していきたいけど、ここ全部強いからな、パダム幼稚園って。どこの固有っていうか、この場所も強いような気がする。まあ、こういうとこな。ここに1個。んで、そこの入り口にも行かんか。やってらっしゃいますね。ちょっと待ってくださいね。申し訳ない。音だけ、心音だけ出しとくわ。出た。この仕掛けられそうで仕掛けられない感じね。よっしゃ、鬼に行くか。じゃあ上にいるだろう。そこの罠すげえ気になるんだけどな。あそこにも一個あんだよ。離れたか、さすがに。絶対近くいるわ。おっと、やってしまわれましたね。待って待って、なんでだよ。え、でもそれダメじゃない？どうもです。なるべく遠く釣りたいな。お前破滅見たな。さては、あ、全然抵抗してない。マジかよ。諦めんの早くない？で、急に力強く動くのやめてほしい。いいね、こういうとこ。はい。あ、上回してない。あと今回イタチ持ってきたのか。これ誰だ、エースがやったのかな。あ、いや違う。そこ止まってるから蹴っとくか。で、降りて。そこ解除されてないってことはまだ破滅バレてない。あ、いた。チャンメグがいる。チャンメグがあんま追いたくないな。まだそっち側とか全然仕掛けてねえんだよな。いやー、届かねえよ。ちょっと待って。いや、外れるのが早くない？あ、そんなに早くなかった。めちゃくちゃいる。あー、振っちゃったし。いや、これ行かなくていいな。これ解除されんだろう。エースがいる。まあまあ、まあいいですけど。好きにしてください。こんな共通小屋の板、使っていいんすか？エースがどこ行ったかだよな。おう、ありがたい。私としては非常にありがたいですね。罠全部拾えてねえんだよな、まだ。追いたくない。あ、なあ、そこで見えちゃってる。ちょっと待ってね、罠拾わせてほしい。いやいや、それはないやろ、さすがに。一番引っかからなそうなやつ引っかかってるし。いや、それはダメじゃない。フェンミさん。いや、それはダメだわ。あ、出た。はい。いや、でも、俺は性格悪いからな。こっちで割るぞ。みんな負傷してる。こっち仕掛けて。私は性格悪いんで反対側から出ていきたいと思います。はい。あれ、どっちだっけ、仕掛けたの。ということなんですよ、トラッパーって。そういうことなんですよ。破滅壊されるかもな。結構みんな均等にダメージ与えてるような気がする。さすがにもうここ引っかからんか。もう一回破滅あれしに行こう。なんか今近くで恋したような気がする。気のせいかな。あ、まあ見づらいっちゃ見づらいか。
あ、奥にいた。スプーバーじゃない。はい、これ追わねえわ。こういうとこ仕掛けといて、イタチかましに行きたいんだよな。っていうか、あ、ちょっと待って、めちゃくちゃいいイタチなんじゃん、そこ。待て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 、回すんじゃねえ、ぶん殴るぞ。俺は怒るぞ、この発電機回したら。あの元気な人あんま追いたくないよな。どこにいんだこれ。いや分かってたけど、しか倒すんかい。あ、これ待って、これそこの裏か。デビッドキンがいる。うわー、体直しちゃったし。待って、これ罠2個持ってるのかもしれません。これ直されたくないな。ここだな。いや、普通にここだな。何してんだあいつ。まやかしねえからな、それが問題なんだよな。あ、いい。はい。あー、そこはダメなんですよ。こんにちは。ただ超絶均等釣りしてる。もうちょっと守りに入った方がいいんだろうけどな。あれ回されたくないな。いいね、ギリギリいいね。はい、ちょこ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 こう来るね。ただそこ回されちゃうよな。あー、もう一個持ってない。何なんだこの人たちは。はい。よーし。はい、どうもありがとうございます。早く助けに行った方がいいんじゃない。裏から行ってんな。もう行った。辛そう。そのあなたがダウンしたらやばいんじゃない。さすがにやばいんじゃない。さあ、こっちがもう何もないんだよな。絶対デッドハード、スプーバーじゃなかったから。めっちゃ後ろ見るやん。よーし、終わりじゃねえか、これは。そんなとこ仕掛けたっけ俺。はい、終わりでーす。すげえ優しい立ち回りしたけど、なんとかなったな。引っかかる引っかかる。これがタールボトルの強さ。はい、すげえな。罠にかかったら全滅するっていうのが一番よく分かった試合かもしらん。すげえな、これぞトラッパーの楽しみよ。そこに釣ってほしいな。了解。やばいなマジで。みんなが引っかかって終わりなんて珍しいな、本当に。ここまで引っかかることなかなかないぞ。確かにクレーな、これやばいな、この罠。並べてみようか。並べられないか。あ、もう一個欲しい。あ、ないわ。これやばいよな。これは自分でも引っかかりますわ。あとバナムもなんかこうちょっと分かりづらい茂みみたいなのが多かったからな。それも良かったのかもしれない。室内だったら分かり
安いんだけど割と。これ草むらとか、いやこんなとこ仕掛けたらまあわからんで、こういう草、こういうとことかね。いやまあでも運が良かったな。全滅は厳しかったかもしれない試合だったけど、一発逆転してしまった。